選手の紹介をいたします。武者君背番号1、荒垣君背番号2、椿君背番号3、三代川君背番号4、小山君背番号5、小松君背番号6、森合君背番号7、加田君背番号8、湯田君背番号9、後藤君背番号10、中野君背番号11、橋本君背番号12、朝倉君背番号13。春夏通算28回の甲子園出場を誇る帝京高校野球部、選手に当時のエピソードを聞きました。帝京高校では三合飯が有名で、三合飯を食べきるというルールがあり、選手は納豆ととろろで食べる、お茶漬けで工夫して食べていたようです。そんな中、小山選手はかさ増しのためにトマトを丸ごと入れて定食に挑んだそうです。強豪エピソードは他にも、帝京高校のオフは年間で年末年始の1週間しかオフがないのですが、唯一予防接種を打つ11月中旬にたった1日だけオフがあるそうで、その1日オフのが決めだけに頑張っていたそうです。残り1分です。狭山丘高校 OB が準備をして